どうもー。はい、今回、パナソニック SR-MPA100K こちら新調いたしました。まあ、自炊する人にとっては炊飯器大事ですよね。はい、で、なんでこれにしたかっていうと、はい、こちらですね。僕はあの以前ですね、このパナソニックさんのこれ5年前ぐらいに買ったやつなんですけど、SR-HK104 っていうね、大火力踊り炊きを使ってました。これめちゃくちゃいいです。で、これ4年か5年 5年前ぐらいかな、結構前に買ったんですけど、あのこれここのね、レンジが黒じゃないですか。で、これ今回黒のね、このね、そのニューバージョンが出てるので買いました。ニューバージョン、ちょっとね、マットブラックなんじゃないかなと思って。ちょっと下を下ろしていいですか？下を下ろしましょう。下を下ろして。はい。お、なんか、新しいしゃもじがついてますね。黒の。これ、洗わないと。じゃあ、ちょっと。じゃないですか。ディディン。お、なるほどね。あ、ちょっと光沢あるな。あ、でもこっちの、あ、ここやっぱちょっとここマットっすね。ここマットブラック的な。うん、なるほど。釜がちょっと違う。釜が軽くなってる。かまど、ダイヤモンド釜になってますね。軽いっすね。これちょっと以前のね、モデル。以前のモデル、ちょっとね。以前のモデル。あ、でも一緒ぐらいか。あ、これダイヤモンド銅釜？これですよ。これだったんですけど。どうもーどうもーどうもー、これだったんだけど。ちょっとね、シャンパンゴールドになってますね。シャンパンになってる。かまど釜。こっちかまどで、こっちが銅釜。なるほど、これ釜がちょっと変わりました。これシャンパンゴールドで、でもね、重さ的にはまあ、変わんないですね。これもね、かなりうまいんですよ。うまく炊けるんですけど、ただね、ちょっと黒色が欲しかったんで、これちょっともう売りに行きます。お疲れさんでした。ありがとう。グッジョブ。じゃあちょっと、あ、ちょっとでかいな。ちょっとでかいっすね、これ。でかい。結構でかいっすね。うん。でかいな。これ5号でしょ？結構でかくなってる。ちょっと。まあ、でかい。こっちの方が高いっすね。高い。非常に高い。え、ちょっとでかいっすね。
でかくなった。同じ 5.5 なんですけど、こっちの方がコンパクトっすね、昔の方が。これでかいな。ちょっと比較しましょう、ちょっとね。どんな感じかっていうと、もうここ。でかいな。でかいな。ほら。なんか、弟ですみたいな感じですね。でかっ。で、ここが昔はこっちですね。これ、このこっち。うん。まあ、液晶こっちの方がまあでかいんで見やすいっちゃ見やすいですね。この銀シャリでしょ？ここの過発圧力踊り炊き。こっちは大火力。大火力踊り炊き。こっちが、ちょっと漢字読めね。銀シャリやりますね。ボタンは変わらないですね。ボタン変わらない。いやでもなんかね、すごいですね。これでかいんで、これ超うまそうに炊けんじゃないですか。これちょっとね、ここが分厚いっすね。ほら、全然違う。ここは。ただちょっとこう、なるほどね。なるほど。ちょっとですね。こっちだと、まあ当たりますけどね、まあ。まあ変わんねえか。あ、やっぱね、ここがすごいですね。ここのなんかこの進化の具合が、ね。こことここでちょっと全然ちゃうやん。ここがやっぱ変わってますね。これちょっとここ、これちょっといいっすか。もう家電僕めっちゃ好きなんですよね。あー、なるほど。ここはね、あ、でもここも結構重いっすね。ここがすごい。なるほどね。なるほど。これなんか超美味しく炊けそうっすね。こう美味しく炊けそうだな。でかいからね、やたら。楽しみだな。いや、これでけえな。これ何年生だ、こっち。書いてないかな。あ、これ2014年製ですね。7年前。2014年製です、これ。2014年ですね。2014年製と、こっちが2020年製でしょ、多分。2021年製。2021年製ですよ。QR コードついてるの、これ。2021年製。今年作られた。すげえ。いや、これちょっとやばいな。ちょっと期待大ですね。ちょっとこれもレビューしていきますから、いっぱい。どんだけ美味しく炊けんねんみたいな。どうなんだみたいな。いいじゃないですか、この黒と黒。まあこれはね、ハイアールなんですけどね。上ハイアールなんですけど。ハイアール。まあ、ここもパナソニックにしたいとこっすけどね。まあ、レンジね、あんまオーブンレンジとか使わんからね。そう、電子レンジは、これもちょっともう売ってき、これもいらんな。これね、実はあんま良くないんですよ、この、こいつね。こいつね、なんかね、ちょっとしゃもじね、微妙なんで、これも売ってくれよ。
なんかこれ100円で買ったんですけど、あんま良くなかった。まあ今これね、多分ねいいと思うんです。これブラックね、これ純正ですよ。いや、これいいじゃないですか。おしゃれー、おしゃれー、おしゃれだな。いいね、いいよ。ちょっと待って、いいケツしとる、いいケツしとるじゃないですか。いいケツしてるね、いいケツしてる、いいケツしてるね。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいケツしてる。これいいっすね。エロい、エロい、エロい。まあ、炊飯器レビューでね、多分日本トップクラスのよくわからないレビューですねこれね。こんなやんないでしょ。いいね。僕ね、あのチョコボーイ向井さん好きなんですけどね、チョコボーイ向井さん、ちょっともう無理ですかね、あれね。チョコボーイ向井復活してほしいんだけどな。チョコボーイ向井、チョコボーイ山口だ。チョコボーイ向井じゃなくて、チョコボーイ向井さんの真似した山口さんって、あのチョコボーイ山口だったかな。あのあれですよ、あのあれだ、番組は忘れましたけど、なんだっけな、番組名何でしたっけ、あれあれ、あれ出てこない、番組名、番組名ちょっと出てこないですね。番組名なんだっけ、番組名何でしたっけ、番組名忘れましたけどね。番組名忘れちゃったけど、あ、出てきた、ワンナイだ、ワンナイ、ワンナイからの、ワンナイですよ、ワンナイ、ワンナイのね、チョコボーイ山口さん、よかったな。これ、どうしようかな、出す。これ、別にも下に置いて、これ下に置こう。もう時計合ってますね、時計合ってる、時計もう普通に合ってるな。あー、これちょっと、こと液晶がちょっと見づらいですね、液晶がちょっとね、もうちょっともうちょっと LED 出してほしいな。うん、LED 出してほしかったな。まあちょっとまあしょうがないか。うん。練習。デモンストレーションね。いやー、ご飯。ジャパンはご飯でしょ。飯でしょ。僕ね、パン食べないですよ。パンはね、まあでもね、トースター買おうかな。あのね、バリミューターのね、バリミューダーのトースターね、あれちょっと気になるじゃないですか。でもバリミューダーのトースター買ったら、ここにね、これここいい感じで、今ここいいんですよ、この食器のこれが。でバリミューダー置いたらね、でもバリミューダー行きたい部分はあるんですけどね。
トースター、いやバリウムユーダーいいっすね。ちょバリウムユーダーちょっと調べていいっすか動画撮りながらバリウムユーダーの話、あのトースター超気になるんですよね。エロサイトが出てきた。エロサイトが出てきた。バリミューダー、バリミューダーのこのねトースターです。スチームトースター。このスチームトースター気になってしゃあない。これ2020年リニューアルされてるじゃないですか。これはねちょっと気になってしゃあないですよね。新しくなったデザインいいじゃないですか。これサイズ感なんだ、サイズか、サイズ出てこない、サイズ出てこねえじゃないか。サイズ、使い方、スペック出てきた。幅357、置けますね。置けるな。置けますね。置けるな。これをこっちにやって、バリミューダーこっちにやるみたいな。でもこれどうするって話ですよね。これどうするよっていう。ここ、これが置き場なくなっちゃうからな。ねこれね、食器の。どうするみたいな。いや、でもね、チャーハン王子ですからね、パンはいらねえかな。いや、バリミューダー気になるよね、あれ。ずっと。あ、どうやねんっていうね、スチームパン。どうなんだね。バリミューダー、置けますね。あれね、デザインもいいんすよね、バリミューダーのトースター。僕、バリミューダーさんはですね、空気清浄機ね、買いましたけど、空気清浄機いいですよ、バリミューダーさんのこの空気清浄機。こちらですね、空気清浄機、バリミューダーの空気清浄機。いいんですよ。まあ、今、超汚いですね。超汚い。椅子が届きまして、このエルゴヒューマンね。まあ、今ちょっとね、まあ、独立して僕4年以上経ったんで、ちょっと模様替えというか、一式全部いろいろ変えてこようかなと思いまして。だから炊飯器も買える、椅子も買える、あと本棚も新しくあそこに、ちょっと今開けてるんですけど、あ、こっちか。あそこの空いてるスペースに本棚をもう一個入れて、あと何来るか、あと椅子か。椅子もこれね、これももう4年、5年使ったんで、これも売ってきて新しい椅子をね、新調してみたいな、ちょっと入れ替えです。心機一転でございます。仕事頑張んないと、もっとね。バリミューダーどうしよう。バリミューダー。いや、あのトースターどうなんですかね。いや、でもね、あれね、多分ね、キーワード的にね、いいと思うんですよね。バリミューダーの動画100本ぐらい作ったら、まあなんか再生されるでしょうね。トースターは結構。あれね、発売当時すげえ大人気で。で、リニューアルされてるわけじゃないですか。バリミューダーいいな。まあ、いつもね、僕はね、動画のことも考えてるんで。このね、この椅子もね、動画のこと考えて買いましたね。エルゴヒューマン。エルゴヒューマンは多分なくならないんで。まあ、これもね、炊飯器もね、これも動画のために買ったようなもんです。この機種を選んだ理由がそうです。この、SRMPA100 っていう、ちょうど買いやすい、一般の方に買いやすい価格なんで、8万とかのやつもあって、8万かって、炊飯器に8万ってどうすか。まあ買う人は買うんですけど、まあ一番やっぱ売れ筋って多分2、3万だと思うんですよ。これ3万ちょいなんで、確かね。なので一番需要があるけども、多分動画レビューしてる人あんまいないと思うんで、炊飯器をね。炊飯器これいいんじゃないかな。いや、でもね、これね、時代の進化を感じますね。そう。やっぱ6年も経つとね。だってあれ2014年生でしょ？これ2021年生だから、6年。ん？ 7 年？え？ 7 年か。ね、7年？これ2014年生でしょ？
7年ですよ。今2021年なんで7年前です。あ、やべ、電池がなくなってきた。ほら、あ、これ QR コードはありますね。2014年版もね。まあ、ハードオフは10年前の家電は売れないので、まあ、ということで、開封レビューでした。では